人材派遣を手がける東洋ワークグループは、日本政策投資銀行が実施する健康経営の認証を取得し、これに基づく融資を受けました。青葉区に本社を構える東洋ワークグループは、派遣社員を含む従業員に対し、生活習慣病を防ぐ食事指導を実施したり、メンタル面のフォローに取り組んだりしています。 日本政策投資銀行は、従業員の健康に配慮した経営に取り組む企業を健康経営として認証していて、今回、東洋ワークグループに通常より低い金利で融資することを決めました人材派遣業では、派遣先で働く従業員の健康管理が難しいとされていますが、この点に積極的に取り組んでいることを評価したということです。 これからも、社員を大事に、健康を大事にですね。えー、進めてまいりたい。人材派遣業が健康経営の認証を取得するのは、全国で初めてです。